ウォレス・グレン・ウィルキンソンはアメリカ合衆国の実業家、政治家である。1987年から1991年まで第57代ケンタッキー州知事を務めた。1962年にケンタッキー大学のカレッジを中退し、書店を開業した。この事業は全国レベルの成功を収め、その利益を不動産業、農業、運輸業、金融業、 石炭工業、建設業に投資していき、極めて裕福になった。1987年に民主党の州知事候補を選ぶ予備選挙に出馬して混戦になった。選挙戦の大半を通じて、対立候補は元知事が二人、現職の副知事という状況で不利だったが、当時無名だった選挙コンサルタント、ジェームズ・カービルを雇った後に急上昇を始めた。公約は、 心税なしであり、州の歳入を上げるための代替手段として、宝くじを提案した。ウィルキンソンは、予備選挙に勝ち、本選挙でも共和党の対抗馬を破って、政治評論家を驚かせた。ウィルキンソンは、州営宝くじを認める憲法修正を成立させることができた。州の公共教育体系全体が違憲であるという、ケンタッキー州最高裁判所判決に反応して、 かなりの範囲の教育改革法案策定にも貢献した。その知事としての任期は政治スキャンダルと衆議会との安定しない関係に妨げられた。知事として連続に決めを求めることができるように憲法修正を提案したが衆議会を通らなかった。妻のマーサが後継知事になろうとしたが知事が集まらずに選挙戦から撤退した。ウィルキンソンは 知事の任期が明けた後に財政的に苦しい時代となった。2001年に一軍の債権者に訴えられ、その後半中に事業を回すためにポンジスキームを行っていたことが判明した。同年後半にウィルキンソンと妻のマーサが破産を宣告された。2002年、ウィルキンソンは動脈閉塞で入院した。その容態は非保持金輪パッシュの再発で複雑になった。 2002年7月4日には脳卒中を発し、翌日、ウィルキンソン自身のかねてからの医師により、家族が生命維持を止めた。1941年12月12日に、ケンタッキー州リバティ市の南西5マイルのケシー郡の農場で誕生した。父はハーシェル・ウィルキンソン、母はクレオであり、兄が二人と妹が一人いた。両親は農夫であり、 小さな雑貨店も経営していた。ウィルキンソンが4歳の時、一家はリバティに移転し、そこでウィルキンソンズグローサリーを開店した。子供時代には新聞を配達し、通りのスタンドでポップコーンを売り、少年の友達と共に靴磨きパーラーを共同所有した。父と共にトラックの荷台に積んだ商品を売り歩きもした。ウィルキンソンがマーサキャロル・スタッフ,フォードと出会ったのも、 そのような行商の間であり、マーサの両親も約10マイル離れたところに雑貨店を所有していた。この二人は高校時代に交際を続け、1960年に結婚した。夫妻には1970年生まれのウォレス・グレン・ウィルキンソン・ジュニアと1972年生まれのアンドリュース・スタッフォード・ウィルキンソンという二人の息子が生まれた。ウィルキンソンはリバティ高校では、 新人バスケットボールチームのメンバーだった。それまでの事業で得た利益を使い事業用衣装ダンスを購入したので上級生のクラスではベストドレッサーの称号を得た。1959年に高校を卒業したが、高校の授業がお粗末だったためにケンタッキー大学の工学部に入るために必要な単位がないままだった。スコッツビルで家畜の餌を売り始め、ブラインド工場で働きながら、 キャンベルスビルカレッジで単位を得るための授業を受けた。1962年、レキシントンに移転し、ケンタッキー大学に入学した。学生時代は、レキシントンのケネディ書店で働いた。その後、ウィルキンソンと友人二人で金を借り、レキシントンで、ケンタッキーペーパーバックギャラリーを開いた。その年後半に大学を離れ、授業に全力を注ぐようになった。当時、 ケンタッキー州の高校生は教科書を購入する必要があったが教科書を開始用した中古品を売る市場がなかった。ビルキンソンの事業はこの市場に入り大いに成功した。1965年6月に地元株式仲買人が公募増資を通じて開業資金を集めるのを援助してくれた後でウォレスの書店を開店した。その時までにケンタッキー州は ジュリアン・キャロル知事の命令で教科書の無料化法を採用したので、ウィルキンソンはケンタッキー大学で学生にカレッジの教科書を売る業態に変えた。1960年代を通じて、ウィルキンソンはその売り上げについて、収消費税を納めることを拒否した。ケネディ書店のオーナーであるジョー・ケネディとウィルキンソンは、大学内の書店が大学によって運営されているために、 中消費税の免税対象であり、自分たちが消費税を払っては競争できないと主張した。1977年に税に関する不服申し立て委員会が、3つの書店はすべて収税を払うべきではなかったと裁定したが、この時までに出訴期限法の期限が切れ、3点ともに過去の税を払う必要がなくなった。ウォレスの書店は急速に拡大を続け、 28の州で小売店を開き、国内でも最大級の所、1971年1月に、ロードアイランド州プロビデンスを本拠とする、書店チェーンである、バーンズノーブルを買収するための資本を得るため、さらに株式を発行しようと検討したが、ウォレスの取締役会が会社買収に反対し、その動きを止めた。1977年4月に、 ウォレスの書店が大学教科書新本で歴史上初めてのディスカウントを行うとラジオで宣伝したことに関連して虚偽広告を問われた裁判所の審問ではウィルキンソンが広告内容は真実でないことを認めラジオ広告を止めることを約束し顧客が払いすぎた金を戻すことに合意したウィルキンソンは書店チェーンの成功によりその利益を不動産開発業 農業、運輸業、金融業、石炭工業、建設業に投資して行った。使用飛行機数機を購入し、州内の多様な投資先に対応できるようにして1973年には、ウィルキンソンフライングサービスを創設して、自分で飛行機を使っていない時でも運用できるようにした。1977年初期には、歴ントンで未完成だった。 ブルーグラス商業会館に投資した後、その年後半には、レキシントンシバイン通りのパーセルビルの株式3分の1を購入した。このビルは一部しか使われていなかったが、1976年10月に近くにラップアリーナがオープンし、1977年5月に新しくハイアットホテルもオープンしたために価値が上がった。開発業者のドナルドとダドリーウェブがこのブロックに、 バインセンターを建設する計画を作った。1979年5月までに、ウィルキンソンがパーセルビルに持っている持ち分を除き、そのブロックすべての資産を購入するオプションがあった。ウェブ兄弟は、ウィルキンソンの求める価格には合わせようとせず、ウィルキンソンと共同でバインセンターを開発する共同会社を作った。ウィルキンソンは、最終的に1918年末には、 自分の持ち分を会社に売却し、少なくとも130万ドルとなった利益を自分の投資に振り向けた。続いて1983年には、歴ントン市とキャピタルプラザホテルを建設する官民共同会社を結成した。市が300万ドルを出資し、さらに850万ドルのローンを保証して、ウィルキンソンの資本115万ドルを補った。 ウィルキンソンの書店がこのホテルの株の95%を所有し、この会社は連邦所得税の資産評価で200万ドル分を保護でき、税額控除40万ドル以上を請求できた。ウィルキンソンは歴シントンの不動産市場で主役を演じていたものの、そのプライバシーは厳しく保護していた。一時期は新聞が自分の写真を載せることも拒否した。 エキシントンのメインストリートとライムストーン通りの角に50階建てワールドコールセンターを建設する計画を発表した時に公的プロフィールが掲載されるようになった。それが完成するとアトランタとシカゴの間では最大のオフィス複合ビルになるはずだった。ウィルキンソンは州内の全ての大手石炭会社がその事務所をこのセンターに移し、 国際的な石炭市場の中心になることを期待した。その建設のために、ウィルキンソンが歴史あるフェニックスホテルを解体した直後に、石炭市場は明らかな静止状態を経験し、提案されたコールセンターが完成した時の空きスペースは、ボリーの愚行とか、ウィルキンソンこと揶揄された。1八十四年、歴史ン知ン、ファイエット軍統合政府がその場所に一時的な、 市民公園を開発するために、ウィルキンソンから用地をリースした。ウィルキンソンは近い将来に提案中の、ワールドコールセンターを開発できないであろうことを認め、レキシントン市長のスコッティ・ベイスラーは、ラップアリーナで開催予定の1985年 NCWA、男子バスケットボール選手権決勝の前にその資産の改良を望んだ。1985年初期、ウィルキンソンは、 州都統合市軍政府はこの資産をウィルキンソンから購入することで下手な投資から救い出し、政府が補助する低金利の1200万ドル提当でアパートビルを取得させているというような批判が上がった。1984年4月10日、ウィルキンソンはゼローム・ジャーニガンという男に誘拐されたとされた。1977年、ウィルキンソンはジャーニガンに ベニヤ板を製造し国際的に輸出する会社、ジャーニガン・イクスポート・ティンバー・インクの立ち上げ資金を渡した。この会社は、1980年12月に、ジャーニガンが会社の経理担当者にしていた妻と離婚した頃に、消滅した。ジャーニガンの息子・ビクターが1982年までウィルキンソンの別の会社で働き続けていた。ウィルキンソンによれば、 誘拐の前の数ヶ月間に、ジャーニガンは、ウィルキンソンの事務所を何度か訪れ、前の事業で、ウィルキンソンと取引した際に貸した金を返すよう、要求した。ウィルキンソンは、要請された支払い額を準備しようとしていたが、4月10日に、ジャーニガンの要請を断った時、ジャーニガンは4ページに及ぶ遺書を示し、続いて、拳銃を見せて、ウィルキンソンに、 私はあなたを第一に殺そうとしていると伝えた。ウィルキンソンはさらに、ジャーニーガンが拳銃を突きつけたまま、ウィルキンソンの所有する、フランクフォートのクラウンプラザホテルに車で行くことを、強制したと語った。二人はその夜をホテルで過ごした。その夜のいずれかの時点で、ウィルキンソンは、グラスゴーのニューファーマーズ、ナショナル銀行の頭取、ジェームズ・オルドリッチと連絡を取った。 この銀行の株主であるウィルキンソンは、オルドリッチにできるだけ早く50万ドルを必要としていると伝えた。翌日、ウィルキンソンとジャーニーガンは、ウィルキンソンが所有する別の会社、ウィルキンソンフライングサービスが運行する飛行機に乗って、グラスゴーへ飛んだ。ウィルキンソンが従業員に警報を出そうとするならば、ジャーニーガンは従業員を殺すと脅したと、ウィルキンソンは後に語った。 オレドリッジは、グラスゴー市民空港で、ウィルキンソンが要請した金を持ってウィルキンソンと、ジャーニガンに会った。彼らが到着した時、ウィルキンソンは、ジャーニガンに50万ドルを渡し、無傷で解放された。ウィルキンソンは解放されると、連邦捜査局に連絡し、ジャーニガンは、同日に、レキシントンで逮捕された。ジャーニガンが逮捕された時、拳銃を2丁、手錠を6組、 現金40万ドルを所有していた。ジャーニーガンは捜査員に自分とウィルキンソンは昨夜クラウンプラザに泊まり、以前の事業関係から生じた食い違いを片付ける交渉を行ったと語った。解決条件はウィルキンソンからの現金50万ドルの支払いであり、その一部はジャーニーガンが以前行っていたのと類似したベニヤ板輸出事業を新しく立ち上げるためのものだったと主張した。 ウィルキンソンはまた車1台、レキシントンの家具付きアパート、月給5000ドルを支給するはずだった。ジャーニーガンはウィルキンソンが50万ドルを払った後、解決策を取り消し、この出会いを犯罪として演じることに決めたと語った。ウィルキンソンは、ジャーニーガンの陳述を否定し、後に回収された現金は、釈放のための身の代金として、ジャーニーガンに要求されたと主張した。数週間後、 ジャーニガンはファイエット軍巡回裁判所にウィルキンソンを逆提訴した。ジャーニガンは損害保証金として5000万ドルを請求し、自分とウィルキンソンのベニア板会社の利益を計算し、その半分を受け取ることも求めた。判事は犯罪が起こったとされる場所が州の西部地区にあるグラス号だったので、審問をルイビルに移すことを命じた。州はジャーニガンを 誘拐と隠蔽武器傾向罪で告発したが、連邦法の強要罪が優先されるので取り消した。ジャーニガンの法律相談者からの反対に対し、裁判所はジャーニガンに彼が弁護のために正気であるかあるいは精神的に不能であるかを判断する精神鑑定を行うよう命じた。裁判所が指名した精神鑑定家は、 ジャーニガンに裁判に耐えるだけ有能であると判断し、2万5千ドルの保釈金で5月下旬に保釈された。ジャーニガンは保釈後、逮捕前に住んでいた、歴シントンのコンティネンタル院の部屋に戻った。1984年7月18日、ジャーニガンの息子ランディが部屋で死んでいるジャーニガンを発見した。検視では、ジャーニガンが冠動脈アテローム性効果を患っており、 心臓病が公式シーンの一つに挙げられた。歴史ントン警察は犯罪に関連する証拠はないと判断した。ジャーニーワンの元妻はウィルキンソンに対する訴訟を引き継いだが、ファイエット軍巡回裁判所判事は1986年に審判を取り下げる略式判決を下した。ウィルキンソンはワールドコールセンターの計画を発表した後、 レキシントン市政委員会の会合に顔を出すようになり、その財政上保守的な政治見解を提唱した。ロナルド・レーガンの賞賛者ではあったが、レーガンが自分のように民主党員であってくれたらと言っていた。1979年民主党知事予備選挙では、テリー・マクブレイヤーのジョン・ワイ・ブラウン・ジュニアに対抗する運動に関わるようになった。1981年レキシントン市長選挙では、 スコッティ・ベースラーの重要な資金集め係だったが、歴史新ントンの実業家の多くは、ベースラーの対抗馬を応援した。1983年の民主党知事予備選挙では、ハーベースローンの選挙陣営で財務部長を務めた。スローンが現職副知事、マーサレイン・コリンズとの接戦で落選すると、共和党候補のジムバニングが、スローンとウィルキンソンを含めその支持者の支持を集めようとした。 しかし、ウィルキンソンは1ヶ月間熟慮した後、民主党の選挙人名簿全体を支持した。翌年、ウィルキンソンは、元州知事ブラウンの短期間に終わった、上院議員選挙を管理した。1987年の州知事選挙に出馬する、意志のあったウィルキンソンはブラウンを応援して、上院議員にしておけば、州知事選挙の対抗馬の可能性を消すことができると、期待したが、 ブラウンは健康上の理由で早期に撤退した。ウィルキンソンは様々な選挙戦で働いたことを通じて政治の分野で競うことを楽しむようになっていた。衆議会に働きかけて銀行会社が州内の複数の銀行を所有できるようにする複数銀行保有会社法を通した。1985年4月、ウィルキンソンは1987年知事選挙に 先立って選挙委員会を結成した。ウィルキンソンは州内で比較的知名度が低かったので最初に出馬表明した候補者となった。この予備選挙には元州知事であるジョン・アイ・ブラウン・ジュニアとジュリアン・キャロルの二人、現職副知事のスティーブ・ベッシャー、マーサレイン・コリンズ州知事の閣僚であるグラディスタンボー合わせ5人が出馬した。この選挙選期ではブラウンが有力候補であり、 ウィルキンソンは再開候補だった。ウィルキンソンは、資材で選挙戦を運営し、選挙参謀のダニー・ブリスコーが選挙コンサルタントを雇って、州の不動票が大規模に集中する地域を攻めるよう提案した。ウィルキンソンは何人か面接した後に、ジェームズ・カービルという当時は、無名の政治コンサルタントを雇った。カービルは後に、 ビルク・リントンの1992年代大統領選挙を取り仕切って成功させた。A.B. ハッピー・チャンドラー、その支持がウィルキンソンに勢いを与えた予備選挙で第2位を走っているとみなされたベッシャーは、その選挙運動の多くを使ってブラウンを攻撃し、ブラウンは時間と資源の多くを使ってベッシャーの攻撃に反応した。一方ウィルキンソンは政治の消息通として対抗はべてを攻撃し、 一方で、貧乏の中から財政的成功者として立ち上がった、自分を宣伝した。現職知事、マーサレイン・コリンズが、トヨタ自動車組み立て工場を誘致するために提案した、包括インセンティブを、ケンタッキー州を国際的笑い者にした州の大きな過ちと恐ろしい取引だと言った。また、ブラウンとベッシャーは、税を上げるであろうと主張し、自分は、高い税金への代案として、 州営宝くじを提案して、州の金庫に年間7000万ドルを入れると言った。この提案は、州北部で特に人気を上げた。そこの住人は隣接するオハイオ州に行って、州営宝くじを買うことが日常化していた。ウィルキンソンはまた教育全体の改革を提案し、ケンタッキー州の子供たちは、学習が問題ではなく、学校に問題があるのだと語った。 過去に奇襲知事を務めた A.B. ハッピーチャンドラーがウィルキンソンの支持を表明してさらに選挙戦に拍車をつけた。4月下旬、世論調査ではブラウンがまだ20%のリードを保っていた。しかし、ベッシャーが世論調査で落ち始めていたのでウィルキンソンは上昇傾向にあった。メモリアルデー週末までに2位に上昇していた。ブラウンは 投票日の1週間前までほとんどウィルキンソンを無視していたが、ウィルキンソンが就営宝くじであげると言っていた金額を問題にする広告を打つようになった。開票の結果、ウィルキンソンが相当票数の36%を獲得し、26%のブラウン、18%のベッシャー、12%のスタンボ、6%のキャロルを破って公認指名を勝ち取った。 この予備選挙戦全体で、ウィルキンソンは記録破りの400万ドルを使っていた。ケンタッキー州の歴史家トマス・ D ・クラークは、ウィルキンソンが選挙戦で惜しみなく金を使ったことで、議会が選挙費用改革法を採用することになったと言っている。ケンタッキー州の有権者登録では、民主党が共和党に対して3対1の勢力であり、ウィルキンソンは、 民主党予備選挙で負け犬になるところだったが、共和党候補、シェパーツビル出身の州会員議員ジョン・ハーパーに対してはかなり優勢だった。共和党予備選挙に向けて準備していた、ラリー・フォージーが予備選挙前に予想外の撤退を行い、ほとんど無名で、資金もない候補者という、著しい不利な状況に置かれていた。ハーパーは、本選挙のための運動をすぐに始めたが、ウィルキンソンは、 資金集めを除いてほとんど公衆の前に姿を表さず、9月の第2週まで来ていた。また、現職のマーサレイン・コリンズ知事が1985年議会で導いた1億2500万ドルに上る教育改革法案の支持を拒否し、ケンタッキー州教育協会の支持をなくした。この協会はハーパーを支持した。歴史上初めて共和党候補を支持したことになったが、 副知事選挙では民主党候補のブレレトン・ジョーンズを支持した。ハーパーはウィルキンソンの宝くじ提案を不思議の国のアリス経済だと言って攻撃した。さらにハーパーの運動はウィルキンソンの事業に関連して多くの倫理的問題を取り上げた。ウィルキンソンの義兄弟ゲイリー・スタッフォードはウォレスの書店社長を務めており違法な盗聴と 会社自家用車の走行距離計を巻き戻したことで、有罪を言われていた。この会社は追徴課税44,641ドルを言い渡されてもいた。さらに共和党衆議長のボブ・ゲーブルは、ウィルキンソンがイタリアの実業家が、ジャーニガン・イクスポート・ティンバーとの合法取引として、不動産業者を装うことで、イタリア通貨を輸出することを難しくしている方を、 回避することを助けたかどうかを問題にした。ゲーブルは民間捜査員を雇用し、この虚偽捜査がウィルキンソンの共同経営者、ゼローム・ジャーニガンを深く巻き込んでいったことを疑う実質的理由があると判断した。このゲーブルの申し立てや捜査で明らかになったことにも、かかわらず、歴ントン警察当局は捜査を再開するだけの理由がないと語った。ハーパーは、 選挙資金集めではかなり遅れをとっており、ウィルキンソンが800万ドルを集めたのに対し、わずか22万5000ドルだった。このために十分にメディアを活用して、ウィルキンソンに関する倫理的問題を有権者の心に植え付けることができなかった。ウィルキンソンの運動も、ハーパーの個人生活を調べ上げ、強盗を働こうとして、 銃で撃たれて殺されたハーパーの息子に関する情報をメディアにこっそりと流させた。本選挙ではウィルキンソン50万4674票対ハーパー27万3141票で圧勝だった。相当票数の65%を確保しジュリアン・キャロルが作った62.8%という記録を上回った。投票率が低かったために ケンタッキー州知事選挙での最高得票にはならなかった。また副知事に当選した民主党候補ブレレトン・ジョーンズと比べても数千票少なかった。ケンタッキー州120軍では115軍を制し、キャロルの99軍という記録を破ったが、居住軍のファイエット軍では破れた。選挙後にルイビルのテレビ局が行った世論調査では有権者の76%が他に、 候補者がいればと考えたとのことだった。ウィルキンソンは公式に知事に就任する前から、その公的な発言が、衆議会との関係を悪くするものになっていた。当選の2日後、その政策について、議会の承認を得るために、知事のフルパワーを行使するつもりであり、より良い未来のために、ケンタッキー州民で作る政治行動委員会を使って、 彼に反対する議員を破るために貢献させるという状況の認識を記者に語っていた。議会はブラウン知事やコリンズ知事の下で次第に知事とは独立するようになっており、歴史ントンヘラルドリーダーの記者は会議長のドン・ブランド・フォードと上院議長代行のジョン・エック・ローズが最高行政官に権限を戻すことを躊躇するという意見だった。 1988年衆議会で、ローズは政治行動委員会が個人の一つの選挙に寄付できる金額の上限を4000ドルとし、委員会には個人が献金できる上限を2000ドルとする法案を提案した。1ヶ月後、ウィルキンソンは言い方を誤ったのであり、政治行動委員会は宝くじ修正を通すために使うと意図しただけだと訂正した。 知事の約束があったものの、議会は、ローズの法案を成立させた。ウィルキンソンと副知事に選ばれたジョーンズは当選後間もなく、緊張関係が持ち上がった。選挙戦中、ジョーンズはマスコミとよりオープンになることについてウィルソンと話をしたといい、もし当選すれば、ウィルキンソンに対するイエスマンにはならないと言ったと報道された。選挙直後の記者会見で、ウィルキンソンは、 自分の政権で、ジョーンズがどんな役割を果たすかわからないと発言し、その役割の多くは、ウィルキンソンの立場すべてに合意できないとジョーンズが言った、時に意味したことに依存すると語った。1987年11月下旬、ウィルキンソンは、ジョーンズが政権の農業政策を推進する戦闘を切ると発表した。歴史ントンヘラルドリーダーはこれは政権における。 ジョーンズの主要な役割ではなくて、他の具体的役割は与えられていないと報告した。ケンタッキー州憲法で、州営宝くじを禁止する条項を外す修正提案は、1970年代半ばから会期ごとに提案されてきたが、ウィルキンソンの当選で新たな動機づけとなり、衆議会は1988年会期で必要と、される多数で修正提案を通した。 ウィルキンソンの任期中に成立した別の修正条項は、露天掘りをある土地で始める前に土地所有者の承認を必要とすることだった。この修正は実質的に1956年裁判所裁定を覆すものであり、土地の所有者が採掘権を売りながら地上の構造物の所有権とその他改良の権利を保持することを認める幅広い形態の権利。 上渡証書を発行する慣習を否定するものだった。ウィルキンソンが提案した三つ目の修正条項は、選挙で選ばれる州の役人が続けて選ばれるように、するものだった。州知事選挙中に、そのような修正ができても、自分への適用は求めないと主張していたが、当選から間もなく、修正条項の中身を変えて、現職を排除しないことにした。 この修正は1988年議会でウィルキンソンの最優先事項の一つとなり、それに反対する議員には脅しをかけた。議員たちは任期継続修正条項に行政府と立法府の力のバランスを保つために衆議会議員の任期を長くすることも含めるよう提案した。ウィルキンソンは衆議会がクリーンな任期継続修正条項、 すなわちこの修正が有権者によって承認される、可能性を損なう可能性のある、他の規定とは無縁なものとするよう固執した。衆議会会員は修正条項を通したが、上院は修正圧力をかけ続け、毎年議会を開催することと、知事予備選挙で誰も過半数に達しない場合は、決選投票を行うことを義務化することを提案した。ウィルキンソンがどちらの提案も拒否すると、 上院指導者たちは審議にかけることも拒んだ。ウィルキンソンが選挙中再選を求めないと公約していたのを逆転させたのもその評判を傷つけた。ウィルキンソンが修正条項を提唱したことで、すでに1991年の州知事選挙に出馬する意向を表明していたジョーンズ副知事との関係がさらに悪くなった。会期終了後にジョーンズは 応援ズボロの大衆に向かって、ウィルキンソンがその教育政策を通すことに固執して、特別会期を召集するならば、衆議会はおそらくそれを彼の顔に投げ返すだろうと語った。これに対してウィルキンソンはジョーンズが家庭を変えることに関わるべきであり、何事にも否定的であるべきではないと言った。歴史ントンヘラルドリーダーの社説は政権における、 ジョーンズの役割に関する記者会見の約束がまだ果たされておらず、大半の観測者はそれが開かれることはないだろうと考えていると述べた。二人の関係はその任期を通じて歪んだままであり続けた。ジョーンズは後にそれを恐ろしいことと語っていた。南部バプテスト連盟とユナイテッドメソジスト協会の指導者たちがウィルキンソン政権の修正条項に対する反対。 運動を行い、襲名宝くじに対する反対連合を活動させた。この反対運動にもかかわらず、ケンタッキー州民は宝くじ修正条項を1988年11月の住民投票で賛成69万4577票、反対44万6937票で可決した。住民投票の後、 ウィルキンソンは11月28日に始まる特別会期を招集し、宝くじを実行するための法案を成立させるという声明書に署名した。この招集書は、ウィルキンソンの宝くじ委員会の推薦に基づく法案を議会が審議するよう求めていた。その推薦には、宝くじ理事会の創設と、その理事長と理事は知事が指名し、知事のみが罷免できること、 初年の利益を初等教育の計画、高齢者のための計画、さらにはベトナム戦争隊へ兵の一回きりのボーナスのために均等に割り当てることが含まれていた。議員たちは宝くじに関して議会による支配力を強めることに固執し、利益をはっきりと割り当てるのを好まず1990年議会に取っておくことを指示した。また、宝くじ理事会は 情報公開法の適用を免れるとするのに反対した。会期が招集された直後に、衆議会両院の民主党指導者が、宝くじ基金の割当てを指示せず、1990年、会期までエスクローに蓄積させるつもりだと宣言した。12月14日、議会は8人の理事による宝くじ理事会を創設し、州知事が指名書他の7人の理事が確認する。 理事長が主催するという法案を通して、休会になった。理事会の7人の理事は半数を定期的に改選し、知事が指名し、上院が確認することとされた。議会は利益を1990年議会まで蓄積し、その利益の最初の死とは、ベトナム戦争退役兵の1回切りのボーナスに充てることとした。両院の採決では、上院で32票対5票。 会員で92票対6票で可決された。共和党のデイビッド・エル・ウィリアムズが提案した核軍が宝くじを販売するか否かを決められる、地方オプションなどいくつかの修正は、党の勢力通りの評決で否決された。議会は宝くじに関するウィルキンソンの提案すべてを実行しなかったが、それでも大変良い方だと称賛した。マーサレイン・コリンズ。 ケンタッキー州の教育制度を改革するための法定訴訟は、前任者コリンズの任期中に始まった1988年5月31日、フランクリン群巡回裁判所判事例コーンズが、より良い教育委員会対、コリンズ他事件の判決で、ケンタッキー州の教育予算の体系は違憲であると判断した。この訴訟は、ウィルキンソンの前任者マーサレインコリンズ及び、 州政府のメンバー数人に対してなされたものであり、一軍の貧しい教育学区が州内すべての教育学区の予算割り当てを平等化することを求めたものだった。ウィルキンソンは教育推進者であり、コーンズの判断に対してケンタッキー州最高裁判所に控訴された時も知事職の弁護を止め、原告側に加わった。控訴審ではケンタッキー州の公共教育体系全体が 意見であり、議会がそれを改革することを義務付けた。衆議会は公共教育体系の改革はあまりに大きな問題なので、60日間の通常議会で扱いきれないと判断し、ウィルキンソンにこの問題の検討を行うための特別会期を1990年6月に招集するよう求めたが、ウィルキンソンは通常会期のみで解決することに固執し、 特別会期を招集しなければならないのであれば、教育体系の改良資金として、増税の検討を認めないと言った。ウィルキンソンは、タバコや法人に対する増税と、法律、設計、広告サービスに対する消費税免除の取り下げを含む予算案を議会に提出した。議会はその代わりに消費税を6%に上げる手段を好んだ。会期の大半で、 ウィルキンソンは一貫して消費税増税に反対し、それを死んだ問題だと言い、成立しても拒否権を使うと脅した。1990年3月9日、ウィルキンソンは選挙戦中に約束していた道路改良資金に6億ドルの再建発行を議会が認めることと引き換えに税制に対する反対を取り下げると発表した。歴史ントンヘラルドリーダーはこの動きを 驚くべき逆転と呼び、ウィルキンソンが考えを変えたことについて、理由を説明しないと記した。議会とウィルキンソンの間の行き詰まりが解消され、会議長ドンブランドフォードが会期の残り期間は、州予算の承認と裁判所に義務付けられた教育改革に集中すると発表した。まだ委員会審議段階の法案は採決まで行くことはないと語った。 1990年4月11日、議会は、州最高裁判所判決に伴うケンタッキー州、教育改革法案を成立させた。教育のための予算を増加させることに加えて、成果の上がる手段を義務付け、学校はそれに見合う責任があるとした。教育者たちは、この改革法が国内でも、最良の教育改革計画であるとして議会に、賞賛を送った。 ケンタッキー州教育改革法が成立した後であってもウィルキンソンと議会の意見の不一致が続いた。道路建設のための6億ドル再建発行はウィルキンソンが消費税増税を支持することとの引き換えであり、どこに道路を建設するか議会が決定できるという条項を加えるよう修正された。ウィルキンソンはこの法案に拒否権を使うと脅し、再建発行には 議会の承認を必要としないと主張したが、最終的に自分の署名なしに法制化させる道を選んだ。ウィルキンソンは議会が通した21の法案に拒否権を使ったが、そのうち13件は覆された。近代の単一回帰で知事の拒否権が覆された数としては最大である。覆された法案の多くは行政府に対して立法府の権限を強化するための法案だった。 議会は同様に行政府に対して立法府の権限を強化するための憲法修正案2件を通過させて有権者の批准を求めた。一つは議会自体が会期を召集する権限を与えられるものであり、憲法では知事に認められた権限だった。これには両院議員の3分の2が請願書に署名するという条件がついた。もう一つは、 議会の委員会が次の通常会期が再召集されるまで会期の間に行政府による法制化を差し止めておくことを可能にするものだった。ウィルキンソンはその政治活動委員会を通じてその両案に反対しており、どちらも1990年11月の住民投票で否決された。ケンタッキー州教育改革法の成立に至る。 政治的議論と行動は、ウィルキンソンとジョーンズ副知事の関係を恒久的に破綻させることにもなった。フランクフォートで教員集会があった時、ウィルキンソンが支持しているよりもさらに多くの教育資金を要求する教師たちにジョーンズは同調した。ジョーンズはケンタッキー集会議事堂の外に集まった大衆に対して話しかけることを望んだ。 ウィルキンソンは知事である間に、ジョーンズに対して、大衆に向かって演説するならば、この事務所に二度と足を踏み入れてはならないと伝えていた。ジョーンズは教師たちに話しかけることで、ウィルキンソンに抵抗し、ジョーンズの大衆向け新聞編集者ペニー・ミラーによれば、その後二度とウィルキンソンの事務所に入ることはなかったとの、ことである。ウィルキンソンは、州内の経済開発も提唱した。 その人気中に、デルタ航空はシ、新シナティノーザンケンタッキー国際空港で雇用する、自民の数を2倍にした。ウィルキンソンは、同社のジェット燃料消費税負担額を年額400万ドルに制限することに合意することで、拡大を確保した。さらに、スコット製紙会社がオーエンズボロ近くに工場を開設し、スペインが所有する。 製鉄会社ノースアメリカンステンレスがキャロルトン近くに工場立地を決めた。ウィルキンソンはその任期中に週刊教育委員会、南部成長政策委員会、州政府委員会、南部州エネルギー委員会の委員を務めた。1990年の南部知事会議では議長に選ばれ、週刊教育委員会の政策優先事項委員会では委員を務めた。ウィルキンソン政権は 倫理的問題でつまずき、閣僚数人の告発まで進んだ。ウィルキンソンは知事に当選する前に、ケンタッキー州県事総長に、フランクフォートのホリデーインキャピタルプラザホテルの所有権について採定してくれるよう依頼した。その採定ではウィルキンソンがホテルを売るべきであるとしており、1987年11月、州が規制する会社である、 ケンタッキー州中央生命保険が820万ドルの負債を含め1200万ドルでホテルを買収した。ケンタッキー州中央生命保険は1994年に破産し生産を命じられた。翌年、ケンタッキー州保険コミッショナーのジョージ・ニコラス3世が生産を引き受け、この資産は600万ドルの価値しかないと言ってウィルキンソンを訴えた。 フランクリン軍巡回裁判所判事 R ・オバノンが、ウィルキンソンは、ケンタッキー州中央生命保険の財政破綻の責任に知らずに関わったのであり、彼の言葉では、政治に臭いがしたとしてもであるとして、訴訟を却下した。さらに FBI による、ケンタッキー州議会の捜査により、ウィルキンソンの施設秘書を務めていた老いの、ブルース・エヌ・ウィルキンソンに及んだ。ブルースは教養で有罪となり、 罰金にマ万ドルを課され、禁庫3年間と宣告された。ウォレス・ウィルキンソンは大陪審で捜査されたが、起訴されることはなかった。H.E. ビアモントリーでナイドエニー・ランデュー・イング。1990年、ウィルキンソンの妻マーサが、1991年の州知事選挙で民主党の公認を求めると発表した。この動きは一般に代理出馬と見られ、 夫が2期連続で政権を継続できるようにするものだった。その対抗場には副知事のジョーンズ、歴ントン市長のスコッティ・ベースラー、元ケンタッキー州公企画道路支配人のフロイド・ジープアがいた。世論調査では、ウィルキンソン夫人にほとんど支持が集まらないことを示しており、1991年5月に指名争いから撤退した。この年の初期に、ウィルキンソンは、 ヒホジキンリンパッシュの原曲器と診断されていた。この診断がウィルキンソン夫人の撤退要因の一つにもなった。ミネソタ州ロチェスター市の名誉クリニックで手術を受け、さらにケンタッキー大学で放射線治療を受けた。これらの治療で1993年までに病気の兆候がすべてなくなり、医者はウィルキンソンに回復のための良い機会だと伝えた。 ウィルキンソン知事の任期が終わると、自分自身をケンタッキー大学の6年任期である理事に指名した。この人事は前例のないことであり、ウィルキンソンが学長のチャールズ・ティー、ウェシントン・ジュニアと不和になったために特に議論を呼んだ。起こった議会は、その直後にケンタッキー州の公立大学すべての既存理事会を解散し、独立した。 審査委員会が推薦する3人の候補者の中から、知事が、各委員を選別することで、再構成することを義務付ける法を通した。ウィルキンソンの後を継いで知事になったジョーンズは、この法の規定を使って、ウィルキンソンを解任し、また、大学理事会からの指名者数人も外した。ウィルキンソンは知事を辞任した後、その事業運営に戻った。1990年代初期、 その書店事業を回転させることと、その贅沢な生活様式を支えるために金を借りるようになった。知事としての連続ではない次の一期を務めることへの関心は、ケンタッキー州が州知事選挙に課すことになった公的資金の仕組みによって損なわれたように見えた。1995年、知事さん、あなたは、それができないと題する自助伝を出版した。この本の主テーマは、 伝統的な知恵と政治的規範に対する彼の別紙だった。1999年、ネット書店の ECAMPUS.com を始めた。この会社の投資家にはウェンディーズ創設者、デイブ・トマス、ロング・ジョン・シルバース創設者、ジェームズ・パターソン、オハイオ州立大学学長のウィリアム・イングリッシュ・カーワンがいた。2001年2月5日、ウィルキンソンの再建者集団が、 ウィルキンソンの会社を差し押さえさせる訴訟を起こした。それに続く破産手続きの中で、ウィルキンソンはその負債が返済能力を3億ドル上回っていることを認めた。その手続き中、ウィルキンソンが1992年以来、破産状態にあることが明らかにされ、しかも債権者から借りた金を利益も出さずに、別の債権者に回すポンジスキームを行っていたことも明かされた。 1991年以降、連邦所得税も払っていなかった。2001年6月の宣誓教術書により、140回以上の自己不在に対して、憲法修正第5条の特権を行使した。ウォレスの書店は3100万ドル以上で生産され、ECAMPUS.com は250万ドルで売却された。ウィルキンソンの妻マーサも破産を宣告され、 息子たちは父によって作られた借金を払うために、その家を売却させられた。この破産手続きの中で、ウィルキンソン家は、レキシントン氏から、フロリダ州、ネイプルズに移転した。レキシントンで、先生教術していた2002年5月26日、ウィルキンソンは胸に痛みを感じるようになり、セントジョセフ病院に入院した。医師は、動脈閉塞と診断し、 冠動脈大動脈バイパス移植術の手配を行った。しかし、この手術が行われる前に医師が別のリンパ腫を発見した。ウィルキンソンは化学療法を受け始め、医師が6月4日に腫瘍を除去した。6月26日には生命維持装置に入れられた。7月4日には脳卒中を患った。ウィルキンソンはかねてより家族に、 回復の望みがなくなった場合は、生命維持を止めるよう指示していた。それに従い、家族は、生命維持装置を止めるよう決断し、ウィルキンソンは2002年7月5日に死んだ。当初、ケンタッキー州、ニコラスビルのブルーグラス記念庭園に埋葬された。2002年8月その棺は、フロリダ州、サラソータ市サラソータ記念公園にある、カギき霊廟に移された。 その悲鳴には、家族が死亡日として2002年7月4日を選んだ。ケンタッキー修理バティ氏は市内を通るアメリカ国道127号線バイパスを1987年に、ウォレス・ウィルキンソン・ブールバードと名付けた。ありがとうございます。